ただいております。なんかね、私の知っているこの駅いつもの美味しいのよ。サシ、そろそろ飯食えるから。暑いな。やってまいりました。これですよ、マヨタコの一級ワン。はい、大変いい匂いしておりますが、昔ね、なんでお父ちゃんがたこ焼きを焼くと中にマヨネーズを入れるか、ここです。マヨタコって上に書いてあるでしょ、マヨタコ。ここで教えてもらいました。で、父ちゃんの広島風お好み焼き、職人さんが焼いてるのずっと見てたって言ったよね。ここです。マヨタコ発祥の店、それを広めたのが私が少し広めております。正しくはこの初代の店長さんの時に来てたの。その時のお子さんが後継いで、あとどなたか知らない。行ってみましょう。お願いします。おめでとう。ありがとう。おー、うん、なんか見てると涙出てきそうっす。このお店の中以上ハワイ、そうそうそう、ハワイアーなアメリカーな感じ、最高だったんだよ。かっこいい。とりあえずマヨタコはさ、これはもう8個入り2個いこうよ。え、いいね。うん、そしてたこ焼き、あのお好み焼きも行こうぜ、お好み焼き行こうぜ、いっぱい食べましょうぜ。でもなんかすごい増えたな。お店の中にあるバカでかいマヨネーズ。ちなみに日本一周の時にさ、ちょっとここだけ寄ったんだよ。そしたらさ、あのマヨネーズ1個くれたの。くれたの。そうそうそう、ドカンと1個もらったの。なんかあれで見るとなんかすごいでかいね。これはすごいぞ。いやー、ここはお腹いっぱい食べたいの。これ一級あん、一級ワンって子供と言ったんだけど、一級あんって言われてる。ほら、一級、一級あん。見てます、見てます。父ちゃんが子供の頃あれをずーっと見てたんだよ、ゆうち。それで今痩せるんだ。未だにうまくできませんが、彼女の子も帰ってきちゃったら、はあ、なんか違うんやろとか言ってたけど、そうなんですよね。珍しい。今ほとんどお宅そうですね。はい、迷いたくでございます。いただいてください、いただいて、あ、ありがとう。いただいてください、いただいてください。はい、いただきます。うん、本当に半端ないね、あの、うちの量と全然表現なくてした。これがマヨタコですよ。これがマヨタコですよ。美味しいでしょ、美味しいでしょ。全然違う。これ美味しいね。よしよしよし。だってさ、改めてちゃんと取ろう。これもね、ちゃんと食べます。いただきます。マヨタコ。あ、でも柔らかい、柔らかい、柔らかい。プニュプニュ。ひょ。至福の味だね。後から、最初トロッときたのがマヨネーズかと思ったら違うんだよね。それがきっちり後からガーッと美味しいね。これだよ、これを作りたいんだけど全然全然できない。あ、見てね、あれをねひっくり返してそれをどう抑えるかなんだよ。これもんです。ピリカリーノ、ピリカリーノ。結構これ、これ高木のなんかね、あれがね、創作たこ焼きだね。そうそうそう、これがラズニアっぽいよね、なんかチーズ、サルサソース。うん、上サルサ。うん、ラザニアっぽいんだけど、サルサ。ほい、おいしい。いい顔するね、うまいっしょ。うん、ただ残念なことになかなか来れないんだよ、ここ。これも美味しいぞ、これ、ベースのタコが。これも美味しいぞ、これ、これも美味しいぞ。
ぷりだもん。感想が言えねえ。美味しい。焼いております、焼いております、焼いております。ここはたこ焼き屋さん&お好み焼き屋さんなのでは。一級、あ、私の思い出のお店なんでございますよ。お、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 って感じだ。覚えてくれ、あれ覚えてくれ。あのさ、そう、この山がああなるの、この山がそうなるの。それが広島コロメキで面白いところなんだよ。さっそう、すごいでしょ。すごいね、卵はおう、あ、すごい進化しとる、進化しとるぞ、えらい大進化しとるぞ。いや、あれは美味しいでしょう。ありがとうございます。大きい、大きい。念願のお好み焼きでございます。じゃあ改めて、はい、はい、せーの、おい、いただきます。はい、ありがとうございます。俺にとって広島のお好み焼きとこれです。ほとんど生地すごいな、あー、トロッとで、どうもありがとうございます。卵がすごいね、これね、超レガやってる。はい、どうもレガ、ありがとうございます。はい、30年ぶりしかも久しぶりの、うん、このお好み焼きを見て、その後もいただきます。うまいね。うん、卵は本当絶妙だよね、うん、しかも見ての通りにボーダーレカードのさ野菜がさ、うん、入ってるからさ、お腹いっぱいになるんだけどもたれないんだよ。2枚は多いでしょう、兄さん。でもさ、変わんないあの味は。昔より美味しくなってる。あ、素晴らしい。ミクチュガイ食べて思ったんだけど、量半端じゃねえや。あのさ、うん、なんかね、私の知ってるこのいつもの、うん、あとね、うどんがやっぱりこっちのでしょう、うん、すごいね、のどごしが良くて美味しいね。狙った通り。ミクチュガイいかがですか。広島演出会があります。これね、そこのね、今度カウンターで食べたいね。カウンターで食べるのまたうまいよ。まさかうちの子が1枚でほぼ満腹という驚異的なボリュームでございました。お、料理完食ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。気分取れました。被害者が父ちゃんのソウルフード、本当のソウルフードだよ。美味しかった、美味しかった、満腹、ありがとうございました。